一崎君雄です、今銀座に来てますね。でちょっと今日朝から、調子が悪くてあんまりねこう考えることもできないんですけども、とりあえず喋ってみようと、いうわけですね。で、まあ、昨日の、動画の続きなんですけども、その自力救済と他者救済と、そういう問題が出てきたんですね。で、まあ、自力救済というのは、実は、仏教の最初の教えが自力救済なんですよ。でその自力救済を批判する、形で、他力、他者救済、他者救済の、思想として大乗仏教が、生まれたと。で大乗仏教の方から初期仏教を、小乗仏教というふうにして、別称で、ね、呼ばれるようになったと、いうことなんですよ。で私の方はその仏教は、まあ、いわゆる小乗仏教の方から入ったんですね。何度も言ってますけども、ブッダの言葉という岩波文庫で出てますけども、最初の、現存する最古の仏典と呼ばれるブッダの言葉ですね。でこれは非常に、まあ、感銘を受けて、まあ、非常にいい教えであるんですけども、それでその仏教とはこういうもんだっていうことを理解すると、じゃあ大乗仏教って何なのかっていうのはね、これはね全然分からなくて、まあ、何年かかかってね、やっとだんだん理解ができるようになりましたけども、その、まあ、問題を整理すると、つまりそれは、自力救済と他者救済というこの2種類ですね、2種類の救済法があるということなんですよ。それでね、歴史的に遡るとですね、実は、自力救済と他者救済は、自力救済の方が古いんですよね。でつまりね、その自然に生きている動物は、基本的に全てね自力救済なんですよ、ね、自分のことしか考えていない、で自分のことだけ救われればいいと思ってるわけですよ、基本的にはですよ。でまあ昆虫なんかはね、その自分が生きるための本能を全て、備えておりまして、基本的にはその親の助けも借りずにね、自分一人で、まあ、生きていけるわけなんですよ。これね厳密に考えると例外も出てくるんですけどね。例えばその江崎モンキの角カメムシというね、カメムシね、こんなちっちゃいカメムシなんですけど、それは卵を葉っぱに産みつけると、その幼虫が卵から帰るまでお母さんがねこう卵を、ね、一生懸命守るんですね、ということをするんですけども、基本的にはそのね動物っていうのは、わがままで自分のことしか考えていないと。そして人類もですね、この原始時代においては、基本的には自力救済の思想であったと考えることができるんですね。でなぜかっていうと、その原始時代の人間というのは自然環境の中で生きるわけですね。こういう、こう銀座のこういう便利な快適な都市というものがなくて、こう自然にこうむき出しでね、生きていたわけで、寝るにもねこう野宿してるわけですね。で、まあ、せいぜいその洞穴の中とかね、いうところで、まあ、非常に過酷なその環境の中を生きていたと。だからね、その自分で自分を助けられるような、人じゃないとね、生き残れないんですよね。だから厳密に言うと、その、人は一人だけで生きていけなくて、それなりに、原始時代においても、人々は助け合って暮らしていたはずですけども、しかしね、基本的にはね、自分で自分を助けられるような、その何でも一人でできるような人じゃないと、そのまあね、こうおんぶで抱っこで、ね、他人にこう頼りきりの人はね、結局その群れ全体、人間の群れ全体のその存続を脅かすので、やっぱりね、病気や怪我もね、そういう人もかわいそうですけども、まあ、ある段階で見捨てなきゃいけないというね、そういう厳しい環境にあっただろうと、想像できるんですよ。で、そこでこのね、他力救済、他者救済の思想が前面に、出てきたのが、これがね文明の発生だと、思うわけなんですね。でそれはその、ハムラビ法典ね、現存するまとまった形で、残っている一番古い、法典ですね。これはね、裁判の判例集なんですけどね。でそれを読むと、明らかにこのね、
他者救済というかね、こう弱者救済の思想があるんですよ。だからその、戦争で夫を亡くした未亡人をどうするかとかね、そういう人たちは、かわいそうなので、社会的に保護してあげましょうと。あとその泥棒にこう、ね、一家あの家財を全部取られちゃった人なんかもね、社会的に保護しましょうと、そういうね、思想が最初のハムラビ法典から、あるんですよ。で考えてみれば、だからその、文明というシステムはそのお互いがお互いを助け合うことで、成り立ってるんですね。だからまあ基本的にはその分業を、するわけですね。だからその、でその分業がですよ、あの文明が進めば進むほどこの分業化が進んでいきですね、で近代になって爆発的に分業化が、進んだわけですね。で、まあ、例えばその、産業革命以前のね、その農家の在り方っていうのは、そのつまり民族資料館なんか行きますとですね、あの僕の長野の小学校出身の小学校にはそういうなんか民族資料室みたいなのが置いてあって、昔の農機具なんか置いてありますけども、まあ、江戸時代明治時代ですよね、せいぜいね。でそうするとその農家の方が自力でこう農機具を、自作するわけですよね。でどっかから買ってくるわけじゃないんですよ、自分で作るんですよ。でそうやってその、まあ、ある程度 の, その万能の技を、各自が、身につけているわけですね。でそれとあ と,、内山、これ人類学者の内山聡さんかな、という方がおっしゃってましたけど、その、群馬県の山奥、上野村かな、そこでフィールドワークすると、その農家が食えない時はね、食えない時はその山ごもりをすると。で実は山ごもりっていうのは悲惨な、ことではなくて、山に行くとね、やっぱりこう日本の自然っていうのは非常に豊かなんでね、こうその山の利用の仕方を知っていれば非常に豊かな生活ができると。つまりその狩猟採集時代に、農業以前の狩猟採集時代に戻ってね、でその木の実を食べたりとか動物を飼ったりして生活が十分できるというわけなんですよ。でそのためにはやっぱりね、自分自身がその狩りもできてね、狩猟採集のそのやっぱ生物の知識ないと、何が食べられて何が食べられないとかね、どこに行けば何が食べられるっていうその知識を持って、である程度その、自分自力救済の、技を持ってないと、ダメなんですけども、昔の人はやっぱそういうのね、持ってたっていうんですよね、その文明の時代になっても。で近代になるとその力が、もう加速的に、衰えると、ね、いうことなんですよ。だからその、まあ、都会に暮らしてる人は普通はだからその、自分の食べるものは他人に作ってもらってると、ね、私だってそうですよね。私は自力救済でそのブッダを読むんだとかと言ってもね、あの、まあ、ここ昨日の動画でも言いましたけども、何もかも人にやってもらってるわけですよね。あのメガネ作ってもらったり、帽子とか服とかね作ってもらったり、みんなね、まあ、買ってくるってことは、他人に救済されていると、いうことですからね。だからあのその意味で、他者救済というのは、文明の基本であると、いうところなんですよ。ところがそのやっぱりね、あの他者救済に、甘んじていると、つまりその、自分は他人に助けられ、で自分は他人を助けてるんですけど、その助けるっていう行為がこう分業化してるんでね、あのこう各自の負担が、原理的にはまあ少なくなってるんですよね。でそれとそのやっぱりその部分だけ担当しているとこう全体が見えないので、とにかくね、そのやっぱり自分で生きる力、自分で考える力、自分で判断する力が衰えてくるわけですよ。でそうするとそこから、改めてもう一回その自力救済の必要性が、解かれるようになり、ね、でそういうものがね、その、ブッダの教えであり、そして、まあソクラテスの教えであり、さまざまな、ね、哲学っていうのは、そういう自力救済哲学宗教ですけどね、教えだったと私は改めて思った。だからそのまず先に自力救済があって、それから他者救済があって、
そしてその自力救済と他者救済というのはその、まあ、交互にこう、ね、入れ子状に、なっていると。で、まあ、その構造を捉えてじゃあ自分は、ね、何をすべきかということを、ね、私は考えたいんですけども、考えたいというのはその、他者救済について、ね、もっとこれからは考えていこうと、そういうお話でありました。